褒めてくれて、なんかそんな褒められると思ってなかったから、なんか今日ちょっとホクホクして帰ってきました。でもまだ足りないのでみんな褒めてください。こんばんは。よく一晩で覚えられたね。え、なんならさ、昨日さ、なんかもう遅かったからさ、結構そう夜もお仕事あったし、だからその練習昨日はほとんどできなくて、今日一夜漬けっていうか、なんか当日漬けした。今日当日漬けでしたね、正直。マジ無事、ちょっとまあ一箇所間違えましたけど、大方できたということで、無事公演が終わってよかったです。事故もなく。そう、こんばんは。アーカイブ見るの楽しみ。嬉しい嬉しい。そう、頑張りました。まあでも今回のポジション、あの元々のポジションと新芽だったりとか、なんかペアとかだったりしたから、した曲が多かったんですよ。全体曲がユニットも全く一緒だしね。そう、ユニットが多分違ったら結構やばかった。純愛のクレッシェントとかだったり、多分あフルーツスノーのがやばいな。純愛はやったことあるからまだあるけど、フルーツスノーとかやったらやばかったです。そう、もっと褒める代わりに、わあつなちゃんお疲れ、ありがとうございます。褒めてもらっちゃった。一緒にいた友達みんな褒めてくれて、あ嬉しい。こんばんは。おだいりと一緒に出れてよかった。あ、そう、それがね嬉しかったのよ。おだいりちゃんとなんかポジション一緒なことがずっと多くて、16人の時もそうだったし、なんかすごいね、一緒に出れたのが嬉しかった。なんかおだいりちゃんのうちはよくお見送りの時にさ、おだいりちゃんのうちは見るのレアじゃんってなんかすごい謎に思った。普段見れないわと思ってさ、まあ、大きい会場とかだったら見れるけど、あのやっぱ今お話し会ん違う、お見送りがないからさ。こんばんは。今日公演楽しかったです、ありがとうございました。あ、嬉しい、ありがとうございます。ふう、でも今日はなんやったっけ、なあ、今何の話だと思ったか忘れた。あの、そう、今日は11時に劇場に入って、12、13、14、15、4時間半自主練して、1時間半みんなでリハーサルやって、って感じかな今日はね。こんばんは。ということで、まあ劇場の話をしながらなんですけど、松本城組み立てていきたいと思います。はっはっはっは。サリン近くで見るのは初めてだったけど、パフォーマンス最高でにっこり、イエーイ。オンデマで穴の開くほど見てました。 ありがとうございます、嬉しい。オンデマでも VR でも見てくださいぜひ。でも本当にさ、 VR 会員さん限定公演、なんかメンバーがバチ強くて、そう、豪華なんですよ。だからそんな中にちょっとね、あの仲間入りさせてもろて、すいません、嬉しいですって感じでした。そう、お邪魔しますって感じでしたね。お邪魔します。キャンマチ3人しか入れなかった。そうなの、もうみんな来てたんだ。ってことはさ、きっとみーちゃんを見に来てくださってたファンの方もこうキャンセルせずに来てくれた方がきっと多かったってことですよね。嬉しいな、めちゃくちゃそれが嬉しい。あ、キャロンさん、くす玉ありがとうございます。そんな中結構鎖抜いてくれてた。そうなんだ、嬉しい。こんな急遽出ることになったやつを映してくれて優しいですね。こんばんは。こんばんは。
ね、そのみゆちゃんのね、そのファンの方がこうキャンセルせずにこう見に来てくださったのが一番と言っていいほどかなり嬉しいポイントですよね。そう、なんか本当にね申し訳なかったんですよ、みゆちゃんのファンの方はみゆちゃんを見たいのにねーと思って。そうなんですけど、マジみんな温かくて、そうブーイングとか起きなくてよかったですまあその心配は別にしてなかったんですけど、エイトのファンの方優しいんでね、あったかいんでね、してなかったんですけど、やっぱ改めてねブーイング起きなくてよかったです。よいしょ。あ、また米粒みたいなパーツだこれ。いいよ。よいしょ。そう、でもピンチヒッター2回目ですね。まあ、前回はシンポジじゃなかったけど、当日に言われて、今から来てくださいって長野にいる時に言われて、もう爆速で電車に新幹線に飛び乗ってっていう伝説の回もありましたけど、あれ以来ですね、懐かしきことこの上なしですけど、そんなこともあったり、そうふっかるです、ふっかる、呼ばれたらいつでも行けますそう、だって寝てる時に電話かかってきたんだよ。そう、寝てる時に今から長野から劇場来れるってやって、耳を疑ったよね。今長野ですよみたいななったけど、そう、それで行ってそのまま着いた30、劇場に着いた30分後にはもうステージ立ってたもんねその時はね。そう、でもさ、あの時さ、雫公園、雫だっけあれ、雫だな、雫公園4ポジぐらい覚えてて、でその時やってって言われたポジがまだ1回か2回ぐらいしかやったことない、結構あんま覚えてないポジションだったんですよ。そうだからもう電車の中でちょ覚えなきゃっつってやってて、あれは必死やったな、マジ必死やった。あの時もね、そうピンチヒッターでできてよかったです。こんばんは。そうハマちゃんのねピンチヒッターでリンリンのポジをやらせていただきました。そうなんです。これどこに刺すの？え？え？これ何？どこに刺すやつ？本当に分かんないパーツあるんだけど。なんじゃこりゃ。マジで分からんパーツあるけど、これどうしたらいい？かっこいいぜさやりん、ありがとう。そうやっぱ人間というか、てかさやがお子ちゃまだからか分かんないけどさ、マジで褒められたい、よくやばい。そうめっちゃ褒められるの大好き、褒められ待ちお見送りの声も一番大きい、やった。そうお見送りはやっぱ得意技なんでね、負けられないですね。別に勝負してないんですけど
勝負してないはずなんですけどね。このパーツ本当に何これ、何のためのパーツか全く分かんないんだけど。絶対これすぐこんなとこに挟んであっても取れちゃうじゃん。いいのか。お代理と一緒に出演できてよかった。ねめっちゃ嬉しかった。エリちゃんと出れたのがなんかマジなんか今日感動ポイントだった。お代理と出れる嬉しい。そう、そう、褒められて伸びるタイプなんでね僕。ハサミ駅が良かった。あ嬉しい。ナギちゃんもツイートでさらに感心した。ナギちゃんとももちゃんがあの今回楽屋隣で立ったんですよ。だからすごいいっぱい話してなんかいっぱい褒めてもらった。そういっぱい褒めてもらいました。嬉しかったです。えいえいえい。何かパフォーマンスすると元気をもらえる。お嬉しい。本当にいつ見ても全力のパフォーマンスすごいなって。あ嬉しい、ありがとうございます。そう今日もピンチヒッターではありますが誰にも負けない元気度は出すぞと思って踊ってました。どうでしたか皆さん的に。そう見えましたか。よいしょ。最後ヘリンが褒められるとオイラも嬉しい。イエーイイエーイチェケラッチョ。VR で見たよ、ありがとう。一つのポジションでも振りとか動線とこぼれるの大変だろうに急遽できるのすごすぎ剣心。いや、すごすぎ剣心ちょっともらう。それそれいい、いい頃だね。気に入っちゃった。それ私これからもらいます。でもね今回なんか元のポジション全然邪魔してこなかった。そう全然ね意外といけたね。そう16人の時とか元のポジションとごちゃごちゃになるけどやっぱ8人だと人が少ないからちゃんとね別で考えると。で8人の方がね進歩上覚えやすいかもしれない。16人の方がなんか頭なんかすごいこんがらがってた記憶がある。ああわからないなーってやってた気がする。そう意外といけました。こんばんは。いや楽しかったマジで。なんかすごいなんだろう、いい経験っていう言い方で合ってるのか分かんないけどめっちゃ勉強になったなって思う。こんばんは。勉強になったしいい経験だったね。なんか自信がつくタイプの経験だった。そう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 、あ頑張れるじゃん自分みたいなね。感じでしたね。やればできる子ちゃん調子に乗るやつですね。わーすごい、おちゃむさんタワーありがとうございます。嬉しい。777日おめでとう。あほんまや、ゾロ目ゾロ目ボーナスです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そんな遠くからありがとうございます。イエーイ。そして何よりおちゃむさんタワーありがとうございます。すごいタワーでお褒めいただき光栄です。イエーイ。ウレピーマン、ウレピーマン。マリアちゃんポジ47のイントロ前の移動がめっちゃ大変そう。でもあそこね元のだ今日はおだいりちゃんだったんですけど、おだいりちゃんのポジも
バカ大変なんですよ。あそこマリアちゃんポジとおだいりちゃんポジが爆速するっていうところなんです。2人で、2人とも端っこにいるから、だからね慣れっこですね。だけどおだいりちゃんと一緒に走って楽しかったですいつも爆速するんですよ。そう、あそこね大変っていうよりはね結構楽しいです。好き。そう、もう慣れたらねあそこ楽しいんですよ。もともとあの動きしてたからすぐ覚えれた。走るぞここっつって。そうそうそう、そんな感じでござりました。今日はいろいろとめでたいね。なんかまさかゾロ目とは思わなかった。こんばんは、嬉しいね。132、もう今喋りながら黙々と進めていますこんばんは。いつも以上にメンバーとわちゃわちゃして楽しかった。え、なんかさ今日みんながさ、メンバーみんなが私のことこうずっと気にかけてくれてたからさ、たくさん目も合うし、なんかそうホクホクしてた。なんかみんなすごい、なんだろう、目も合わせてくれるし、ちょっかい出してくれるし、一番今日はお得だったんじゃないか自分がって思ってる。そう、めちゃくちゃみんなが、ね、気にかけてくれてて、こんばんは。今日楽しかったです、ありがとうございます。イエーイ、私も楽しかった。こんばんは。社に入って何年目？6年目。そう、意外とね長いんですよ。もうね、なんだろう、新人っていう枠ではないですね。あっという間に意外と、あ、もう6年もいんのっていう、丸5年もいるのねって毎回なるやつ。そんな感じしないよね。そう、そんな感じ全然しないんですけど、実は長いんですね。そう、サリン今日は最年少？あ、確かに、あ、確かに一番ちっちゃかった、一番後輩だし一番最年少ですね。確かによくお気づきですな。確かし今日はなんか大人面も多かったのかな、どうだろう。ふう、全然パーツ見つかんない、しゃべりながらやってると今何番のパーツ確保したのかもよく分かってない。まあのんびりやりましょう今日は。まあでも今日は1時間ぐらいに喋ったら終わりにしますからね。のんびり見ていただければと思います、思います。あ、あった、これだ。1時間もやってくれるの？うん、今日はなんかのんびりしたいから、ちょっとまだお風呂入る気になれないのでそう、お風呂入る気になれないのでちょっとのんびりやろうかなと思ってます。あれ？これじゃない、これじゃない。あれ？なんか順番がぐちゃぐちゃになっているぞ。こんばんは。明日の予定は？明日は割と朝早いんだよね別にね、明日ゆっくりなわけじゃないんですよ。こんなのんびりやってるんですけど、明日ね別に早起きなんですよ。でもなんか最近早起きだからもう体がね適応してる説はあります。あれ、10枚目の板どこだ？あ、10枚目の板あれだ、もうほぼ分解されてる、これだこれだ。
明日もレッスン、そう明日もレッスンです。よいしょ。雫んで2ポジ目、あセリちゃんね今2ポジ目ですよやってるの。そうセリちゃんも結構ポジション覚えるメンバーなので、今セリちゃん2ポジ目だから、セリちゃん今覚えたいって言ってるけど3ポジ目覚えようとしてる。なんかそういろんなユニットがやりたいって言ってたよ。そうそうそう、こんばんは、元気。タフだよねセリちゃん本当に。見て残骸、これゴミです。で今日さ、昨日ね、昨日夜1時くらいまで、まあ、そのなんか多少の確認はして寝たんですけど、で今日8時に起きて、で洗濯してえらいよねちゃんとさ、今日洗濯してんの。洗濯して家を出て劇場に行ったんだけど、昨日ね、だからここ最近ずっとあれだったから寝不足だったから、今日クマすごかったね。さすがにね。あ、立山ケンケンさん結婚してありがとうございます。でも私はちょっとみんなのものなのでね、結婚はできないですけど、お気持ちはありがたく受け取ります。ありがとうございます。さてパーツをぼちぼちちぎってきました。次は何ですか。揃ってんのかなこれ、ちょっとわかんないけど、この向きで置いて、今日なんか全然画面に映ってないね松本城が。えい、ここに、え、これ、ね、えんえん、これどうなってんの、こうか。あ、またたるきだこれ、大量のたるきが。えい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 、これ全く一緒かな形。全く一緒だ。図面があります。最近パン作りましたか。そう最近パン作っ、あっ、作ってないのよ。そうまた行きたいなって、あのホームベーカリーね買ったんですよちなみに。そうだから近いうちに行きたいなと思ってるんですけど、まあいかんせんこんなご時世ってのもあってさ、こう作ったとしても誰にもあげれないから、こう自分で食べるしかないじゃないですか。それがねちょっとあれなんですよね、難点、私のやる気を削ぐ難点ですね。自分でいっぱい食べるのねって思う。こんばん、あ、今日夜ご飯ね、そうお弁当食べました。劇場のお弁当、お弁当。劇場公演出るの好き？オンデマ見ててすごい楽しそうに見えて、え、劇場公演大好き、超大好き。なんかあった時にウプス、え、そうウプス、今さアメリカの、アメリカってか英語のあれだったんですけど、反応だったんですけど、なんか素で出て結構びっくりした自分で、なんか全然英語の勉強とかしてないのに英語の発音出んのおもろと思って、サギちゃんびっくりしました。え、なんかさ、これ合ってんのかな、合ってなくね、こんな感じなのかな、長さ足りないんだけど。パンメンバーにあげれば、いやこのご時世なんであげれないんですよ。こういうご時世になる前はね、結構作ったやつをみんなにお裾分けしてたんですけどね。
今日はね、塚田農場さんのチキン南蛮弁当でした。最近チキン南蛮弁当の出現率高い気がする。大好きあれ、マジで美味しい、めっちゃ好き。いや、あの弁当嫌いな人いないよねって思うもん。みんな大好きチキン南蛮弁当。あっ、すごいいっぱいだ。北山県警さん、結構嬉しい、ありがとう。湯浅さんの差し入れ、今日湯浅さん来てなかったので、いらしてなかったのでないですね。いらした時だけなんで。1、すごい、 1,2,3,4,5,6,7,8,9、 すごい量だ。すごい、北山健介さん結婚してありがとうございます。熱烈プロポーズありがとうございます。そう、結婚してあげられないのが申し訳ないですけどね。そう、申し訳ないですが、お気持ち受け取ります。ありがとうございます。プロポーズ大作戦古いね。でもあれ見たことある、再放送してたやつ見た。あのドラマ好き。柱で見えなかったんですけど、マリアの歌声とても良かったです。ありがとうございます。次はぜひ見ていただけたらと思います。嬉しい。でもマリアなんかいつもより今日歌下手だった。私いつものポジションの方が上手なんだけど、やっぱいつものポジションはずっとやってて練習してたから、うまく歌えるようにこう多少なりともなってたん、練習になってたんだろうなって思う。出るたびになんかいつもと違うポジションだと、同じ音程と同じそのメロディーでもさ、なんかいつもより「あなたの名を呼ばせてください」が全然うまく歌わなかった。だからいつもは2番のあのなんだっけ、あ、歌詞と忘れした。あ、近くにいてお守りください、もういじゃいつでもってとこ歌ってるって、メロディー全く一緒なんですよ。1番か2番か違うだけなんですけど、なんか全然うまく歌わなかった今日。なんか本番はまだ、まあ、聞けるぐらいの歌は歌えたんですけど、まあ聞けはうまくはないけど聞けはするみたいな歌を歌ってたんですけど、なんかリハの時マジでめっちゃ下手だった。なんかどうしようと思ったもん今日。めっちゃ下手やん、どうしようって思った。そう、緊張、あれが緊張なのか、あれが緊張が顕著に出てたんだろうな。全然うまく歌えなかったですね。びっくりしました。あ、自分こんな歌下手やっけなって。よいしょ、こんばんは。絶妙にはまらへん。あ、いけた。こんばんは。すごい、ちっちゃい方、ちっちゃい方が組み立ったよ。ほらほら、すごない？あの社長子もいて、うう、次はこのでっけえ天守閣ですね。残りはまだこのハリボテ状態なのでね。よいしょ。マリア、そう、マリアね結構むずいんですよ。なんか高いのよ音が。そう、
なんか裏声に行く曲ではないけど地声で結構ギリギリの音を出すところが多いから、そう、あのそう音域めっちゃ広いの。もう遥か地平線に、もっと低いんだろうな、歌いづらいから。そうだからね、むずい、難易度高めです。さてまだ時間あるか、もうちょっとやろう。今日まだ2工程2工程しか進めてない、のんびりやってるから。初回はさ結構テキパキテキパキってやってたからさ結構進み早かったんだけど、今日もなんか眠たいし疲れてるからのんびり、ただ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 楽しくやってる。この前はなんかみんなに見せなきゃと思ってチャキチャキやってたけど、なんかただただ今楽しんでる、あの個人的な楽しみ方してる。ゆっくり作ってるね。こんばんは。まあたまにはこういう配信もね許してもらえるかなといった感じ。6番、え、これか、これ6番じゃないな、もしや、え、6番か、あれ、じゃあ8番か、違った、これじゃない、お呼びじゃないよ君たち、君じゃなかった、ごめんな。いえいえいえ、よいしょ。足が痛いぜ。なんか今日足さ、オープニングでなんかわかんないんだけど膝の裏がめっちゃ痛くて、オープニングから困ってます、謎の痛み。えい、え、なんか、え、知らんやつ取れた。あ、でもこれも必要なやつや、よかった。ふむ、141234、145がない、別のページか。あー、ん、じゃあ151だもん。うん、こんばんは。整体明日行こうかなとね今のところは思っています。そレッスン終わった後にね、ちょっと痛いままにしといてさ、後で悪化してなんかもう歩けませんとかなると嫌やん。コンサートも控えてるし、ちょっと早めにね見てもらいに行こうかなと。まあ明日寝て起きたら治ってるみたいなこともまあありそうっちゃありそうですけどね。140、ん、今さ何を探してたっけ、あれ、ポンコツ141か、ん、141はここにある、あるね、145か、145、145、またこう豆粒みたいなパーツだ、もしかしてですよね。どこにいるか全然わかんないけど、今日お風呂に贅沢に柔軟剤とか入れちゃったりしちゃったりしようかな、しちゃったりしようかなって思ってます。柔軟剤じゃないや、入浴剤、入浴剤入れちゃおう。柔軟剤は昨日買ったわ。昨
昨日買ったけど風呂には入れないわ、疲れてるので。間違えちゃいましたね。入浴剤、141、これどこ D を手前にして、どこ作ってんのこれ、ここか、これをここにはめるのかな、ん、これどこまではまるの、ここまでか。こんばんは、プチポンポコ、じゃあプチポンポコが出てしまいました、恥ずかしや恥ずかしや、いやはやいやはや、こんばんは。疲れてる割にはお城作り夢中、え、こういうのってさ、でも正直疲れててもできるくね、むしろなんか疲れてる時の方が没頭できて疲れを忘れられる気がする。こういう作業めっちゃ好きなんよね。 YouTube 見ました、 ありがとうございます。皆さんどうでしたか、 YouTube 見ていただけましたか。個人的にはね、結構いい動画になったなと思うんですけど、まあ、伸びない動画だろうなとは思っています。そう、伸びないだろうなとは思ってるんですけど、まあ自己満、 YouTube は自己満なんでね、伸びたらあのパーティー開きたいぐらい嬉しいですけど、伸びなくても、まあ、そりゃそうって感じなんで、よいしょ。オープニングとエンディングをね、ちょっと新しくしたんですよ。色を統一してね、ちょっと可愛くしてみた。あまりクオリティは高くないですけど、でコロコロ変えるからみんななんか分かんなくなってそう。何がなんだか。君は誰だ、君どれ、これか、そう、お皿に絵描くのさ、意外とうまかったよね。私が器用であることがまた証明されてしまった。疲れてる時はいい匂いを嗅ぐといい。あ、でもなんか今アロマが欲しくて、アロマストーンとか、うん、わかんない、アロマの種類あんまわかんないんだけど、アロマストーンみたいなやつにこう数滴垂らして、なんかアロマ、なんかその寝る時にいい匂いとか、リラックスしたい時とか、その頑張り集中力高めたい時とか、なんかやっぱ匂いによってあるらしいから、なんかこう買おうかなと思ってる。アロマ気になっています。でもさ、鼻の匂い基本ダメだから、なんかダメな匂いが多そう。でなんかレモンのあのアロマがあるらしくて、柑橘系ならすごい爽やかで良さそうだなって思いますね。これ全然刺さんないんだけど、全然刺さんないんだけど、これサイズがぴったりすぎて全然刺さない。どうしたらいいんだ。うっ、あー刺さった。よし、でこれにこのちっちゃいのを足すと、で柑橘系いいですよね。
ジョマローンのキャンドルがおすすめ。あ、キャンドルね。なんかキャンドル一時期うち実家めっちゃもう何年も前の話ですけど、なんか謎にキャンドルハマって寝る部屋で焚いてた時期ありましたね。あのブームは何だったんでしょう、果たして。なんかあった、なんかキャンドルブームが我が家にも一度来ましたね。ちょっとよくわかんないんですけど、そう、いい匂いブーム来てました。こんばんは。さて、なんか扉みたいなパーツができました。こう向きにして、ここをパズルみたいにこうやってはめるんだね。ラベンダーの香りがね、あんま得意じゃない。お花の匂い全部苦手です。そう、でもアロマって大体お花の匂いだと思うから相性悪いかもしれない炊きたいなーと思うけど相性悪い説ある。こんばんは。好きな花の匂い？あんまりお花の匂いを嗅いだことがないな。あ、お香いいよね。お香の匂いめっちゃ好き私。お香の匂いめっちゃ好き。好き。あ、これまだ順番違うわ。うい。これをこうかな。ん？どうやって刺してるんだこれ。こうか。こんばんは。お香の香りは大好き。お香とかお線香の匂い大好き。お線香の匂い嗅ぐとなんか、あ、おばあちゃんちって感じしない？AKB 劇場にラベンダーの香り発生器ある。あ、そうなんだ。え、その曲中に客席に放たれるんですか、ラベンダーの香りが。え、演出むっちゃおしゃれじゃない。そんなおしゃれな演出あんの。よいしょ。全然ハマんないんだけど硬い。なんかもっと奥まで行けそうなのにな。絶妙に刺さらない。よし。あ、見て、箱ができた。あ、なるほどね。ラベンダーフィールドで。ラベンダーフィールドってどっかのコンサートでやったことあるぞ私。なんかセンターみたいなポジションで、センターじゃなかったかな、でもいいポジションだった気がする。やったことありますね。あの曲いいな、やりたい。大好きあの曲。素敵な曲じゃない。石鹸の香り好き。え、わかる。それもさ、なんだろう、その石鹸の香りが一番好き。その匂い系だとめっちゃわかるんですけど、超わかる、超わかる。こんばんは。節分に恵方巻き食べる予定ある？え、なんかさ、今なんか予約受付中みたいないろんなところで書いてあるじゃないですか。結構その巻き寿司大好きなんですよ。そう、巻き寿司大好きマンだから、ちょっとなんか注文どっかでしようかなって思ってる。なんか近くの
お寿司屋さんとかで注文しようかな。コンビニとかにも今売ってますよね。そう、コンビニの層普通にクオリティ高くて美味しそうだから全然いいよね。なんかそう、最近のコンビニね、美味しそうなんだよね。あんなん食べたくなっちゃうじゃんって思ってる。節分は絵巻き食べたいですね。でも無言でその方角を向いて丸ごとは食べないかもしれないけど、普通に太巻きをカットして食べたい、味わって食べたい。わがまま、わがまま。150、152、どこにあんだ150とかって。あ、同じとこにあったんだ。今年は北北西です。北北西だったとしたらん、どっちだ今、私はどこを向いてるんだ、わかんないや。ラベンダーフィールド、あーね、エイトの日の、なるほどね、確かにエイトの日だったかも。まあ、北北西はほぼ北ですね。確かにほぼ来た。153、さあそろそろ終わりの時間になってきました。7ページがちょうど終わるところですね。今7ページがもうすぐ終わります。組み立て7ページ。確かに一人暮らしになってさ、そういう季節のイベント参加率だいぶ減るよね。めっちゃわかる。でも一人だとね、豆まきしないしね。実家ももう3年ぐらいやってないような気がするけど、なんだかんだやってた。結構そう、結構ね、そうちゃんと行事、今考えると行事ちゃんとやってる家だったなって思う。そう、あんまし意識してなかったけどやってる家だったなって今となっては思います。で、なんか節分の思い出さ一つあるんですけど、保育園で節分の時になんかそのもう外から、保育園の敷地の外からなんか鬼の格好をした、まあ今思えばね、なんか先生とかがやってくれてたのかなと思うんですけど、が来てその鬼に豆まくっていうイベントが一番面白かったのを覚えてますね。そう、あんまり怖くなかった。あんまり怖くなかった。懐かしい思い出。結構保育園のこと覚えてるんだよな。そう、節分ってことはもう春も近いですね。それにびっくりだよね、ほんと。やばい、木しなっちゃった、力入れすぎて。やば、なんかメキメキいってんなって思ったら弱いところがちょっと潰れてた。やばい、なるほど、押しちゃいけないところもあるんだな。むずいや、え、むず、今年、今日、そう、今日で1月終わりが一番びっくりしたけどね。でもね、1月なんか盛りだくさんすぎて長かったな、そう考えるとって感じです。
だ節分でもすぐか、だから今日で1月が終わるってことは、こののんびり喋ってますけど、そうだったもうすぐじゃないですかね。まあびっくり、さやちゃんびっくりでございます。これ何、これ出て作るの、こうかこうかな、あ危ない、足で挟んだ。劇場行きました、ハサリのパフォーマンス元気もらえる、ああ嬉しい、好きだってありがとうございます。バレンタインチョコ作りますか、今年は誰にもあげられないので作りません。そうそう、確か2月もね、2月短いですからね、きっとあっという間に過ぎ去ることでしょう。やだよほんと早くって、中間に1年終わっちゃうんだろうなって感じ、秒ですよねきっと。こんばんは、待ってむずい、これどうやってやるの、めっちゃおしゃれなもの、おしゃれな場所作ってるけど、これめっちゃむずい。えいえいえい、入ってくれ頼む、入った、うえ、なんかおしゃれじゃないここほら、この柵までちゃんとあって、あと何ページ、今7ページだから890、あと3ページ、あと3ページ後には完成するという見込みです。そしてちょうど今めちゃくちゃ眠いです。なのでこれを刺したら寝ます、あ違う、風呂入って寝ますちょうどね結構多分アドレナリンが切れて眠くなってきた。そう、劇場から帰ってきた後ってさ、やっぱさアドレナリン出てるからなんか全然眠くないんですよ最初は。でもあるなんかのポイントでバカ眠い時が来るんですよね。そう、ね、そろそろ来た、そうそう、エンジン切れの音が聞こえてきたので、これが終わったらお風呂をスイッチオンしてお風呂を湯で、うわー壊すとこだった、危ねえ、お風呂のね壊すところだったっていうか、ちょっと一箇所割れたな、まあ大した問題ではありません。お風呂に爆速で入ろうっと、でも今日そんな長湯しないから入浴剤もったいないかな。でも匂いのあるお風呂ってちょっとリラックスできる気がするんだよな。ちょっと湯船溜めてから考えます。湯船に入るかどうか、湯船に入浴剤入れるかどうか。お話し会20日の6部が完売、おー嬉しい、何の部だろう、サインかな、やっぱりサインがね本当に人気なんですよね、ありがたいです本当に。私なんかのサインを欲しいと思ってくださる方がそんなにいるなんて思いませんでしたけれどもね、非常に嬉しいですね。全然配信終われないんですよね。ツーショットか、嬉しい、ツーショットの完売はマジで珍しい、嬉しい。どういう風の吹き回しだ、それだけ握手したい、握手はできないか、お話ししたいと
思ってもらえているということでしょうか。ハッピー、ハッピージャムジャムですね。あ、今の島次郎の歌です。そう、髪の毛今日はねちょっぴりだけウェーブをかけてもらって遊んでもらう感じにしてます。なんか刺さってるようで刺さっていない気がする。刺さってるなこれ。はい、ということで今日はここまでですね。ここがこのちっちゃい方が完成したのと、こっちを触るかと思いきや、こっちですね。ここの子供またちっちゃいところ今作っています。そう、最後の最後ですね、きっとここ完成させるのはね。多分最後のページ、そうじゃない？そうですね、ここ最後ですよ。でかい方ね。さあ、眠くなってきたので、今日はおしまいするか。肩こりがやばいぜ。でもなんかさ、このさ、松本城を作る配信、何がおもろいんかわからんけど、私は楽しいなと思ってさ、なんか、フォロワーが増えてた、ショールームの。すごない？今日完成した方、乾商店閣かな？乾って読む？館の方です。わかんない。訓読みか音読みかわかんないけど。そう、なんかそう、フォロワーが増えてて嬉しいです。こんばんは。なんか今、いろいろやりたいことがあって、なんか、これが終わったら、次、ぬいぐるみとか作りたいんですよ。だからなんか、クラストハート東海っていう手芸屋さんに行ってぬいぐるみキットでも買ってきたりなんかしたいなと思ってるんですけど、なんかそういうのもまた配信でやったらみんな見てくれるのかなと思って。あ、やつさん、くまちゃん2個ありがとうございます。そう思ったりしちゃったりしています。はい。しかもね、ショールームの時間ってさ、絶対にさやるじゃん。1日1時間ぐらい平均で1日1時間ぐらいやるんだけど、あのショールーム以外のことは基本的にはそのなんだ日常生活のことは基本できないからさ、そのなんだぬいぐるみとか作りたいけど時間ないって思ってたから、ショールームでみんなと喋りながらやったらその時間ない中ぬいぐるみを制作することができるんじゃないかっていう新たな発見。そんな感じです。なんでまたいろいろやりたいなと思ってます。あ、ね、ぬいぐるみとかじゃない可能性もあるけど、今はぬいぐるみ作りたいなと思ってくる。この松本城が作り終わった時に何を作りたいかが次の作品になるかな。そしたらどんどんさやの部屋がなんか作品だらけになっていくけどね。じゃあランキング読みます。13位ともちさんありがとうございます。12位けんけんさんありがとうございます。11位ピアノマンさんありがとうございます。10位はさっぴさんありがとうございます。9位はメイラさんありがとうございます。8位やっちさんありがとうございます。7位キャロンさんありがとうございます。6位つなちゃんありがとうございます。5位ちさとちゃんありがとうございます。4位とめさんありがとうございます。3位やっさんありがとうございます。2位おちゃむさんありがとうございます。そして1位はたたやまけんけんさんありがとうございます。おちゃむさんとたたやまけんけんさんタワーありがとうございました。今日も頑張りました。ではおやすみ、バイバイ。